やあやあ、皆さん、クラブラネオ、やばくね、この動き。今まではカーリングボムがなかったクラブラで、なんとか生きてたんだけど、今回クラブラにカーリングボムついてっからね。しかもスペシャルが濡れるデコイチらしい。もうすべてが揃った。もう負ける未来が見えないね。しかも今回ヤグラでね、もうヤグラに向かってもうパン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 って、もう脳筋みたいに打つ。これが一番強いから。結局、クラブラはね、どんだけ脳筋になれるか、そういう戦いだと、このクラブラのサブ見てよ、ほら。相手ラピブラいいんじゃん。相手のラピブラとクラブラどっちが強いか、これ格付けしたいね。おーい、よしよし。カーリングボムの狙いが済まされてる。ちゃんと味方守っていく。もう一体いるな。これさすがに行こうか、前に。前に出て、火力で、よし。バン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 で。おー、サンタディッシュしてま最強。よ、4盾もしてしまう。からの、ポポ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 ポしていって、塗り状況も確保していく。いけ、前線張れ、もう何でもできるじゃん。キルもできるし、塗りもできる。もはや最強武器、これみんな使った方がいいよ、この武器。ヤグラ絶対勝てっから。いや、デコイチラシ紛れて。前に出たかったところなんだけど、思ったより濡れてね。デコイチラシ思ったより濡れなかったら、もっと濡れてもいいと思うんだけど、これ一旦カーリングを出しまくって、射程が短いから。天陽イカは聞いてる。あー、今日も綺麗な海だ。タコの天陽イカ見た目めっちゃ可愛くない？なんか頭のムンムンがプニプニしててさ。相手のブラザーの方が射程が長い。だから接近性は最強。2発直撃。これ気持ちいいね。脳汁じゃん。あー、ちょ、それすごいってほんと。デコイチラシでキル取れた試しかないんだけど、デコイチラシ強化されねえから。だからクラブラにはデコイチラシがなくともメインが最強。もう脳筋、脳筋。あ、溜まっちゃった。これは前線を混乱させよう。相手をパニックにして、僕はお前に踊り出ていく。うーにょいよとカーリングボムで前線突破。パン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 。これが一番強い。まだ僕の戻は終わっていない。もっといけ、もっといけ。脳筋クラブラほど矢倉でうぜえやついないからね。これが一番強いんだよな。一番うざったらしい戦術をなすりつけていけ。これ、かつ必勝法だね。また一人が犠牲者出ていく。二人目よっしゃ。逆に裏取りしてみる。正面からでも強いけど、裏取りしたらもっと強い。あ、バレた。秒でバレたんだよ。裏取りのセンスないかもしれん。やべ、囲まれつつあるな。だからこのキャラコン読めない動き。相手もびっくりしよう。よっしゃ。すべての声をかわしていけ。パンパンして、もっとパンパンしに行きたいな。パンパンって裏取りするわ、こっちか。こっちバレたんだ。うまいね、君。対立されるな、結構。キル速が出ないけど。まあ、ここデコイチラシで味方を倒しつけていく。援護チラシ、これ。ただのカスチラシとはもう言わせない。よし。デコイチラシに紛れた本体が僕だった。そういうことよ。待って、牛いっぱいいる。うじゃいるけど。全員まとめて。申し訳ないけどな。こっちとら勝ちたいんだよな。勝ちに来てんだな。よし。あ、でも、やぐら案外進んでねえだ。もっと進んでほしい。待って、もっとキルしちゃうか。裏からまた右から前に踊れていく。相手今、うぜーっていうのを心の中で響いてたの聞こえたわ。今んとこかなり僕デコイチラシ打ってるけど、今んとこまだ1キルもできてないんだよな。やっぱ、あくまでミラージュ。そういうことか。デコイを放つ。やべ、めっちゃ囲まれてるな。めっちゃ囲まれてるが、この反射デブキ、動きも臨場ということで。おー、すげえ。二人分いなしといた。なんかやっぱ天陽火落ちてたよな。申し訳ない。この武器使ってるとなんか楽しいというより申し訳なくさが若干出るよな。なぜ君たちが勝てなかったのか、なぜかわかるかい？クラブラを使っていたか、使っていなかったか。ただその点に過ぎない。プライドを捨てろ。よし。アシストめっちゃ入るんだけど。一発当てたらもうアシストなんだよ、その時点で。相手多分惑わされてるよ。当てた。あ、クソエイムだけど。エイムいらねえんだった、この武器。直撃当てなくても勝てるからね。あら、あ、逃げ。ソールドアウト、敵は売り切れ。待て、まだパンパンした。あー、やっぱりヤグラはクラブラなんよな。まマッチングしていく。クラブラのこの赤色のデザイン、何気にかっこいいよな。クラブラってもう緑じゃない。青のイメージしかなかったけど、赤色になったことでめちゃめちゃ攻撃的な感じがするよね。要はまさにクラブラパンパン時代。敵を見つけたらもう画面に真っ青になるまで撃ち続けましょう。それはそう。言っとくけど、こっちにはデコイチラシあっからな。もうデコイチラシが空に舞った時、君たちはもう終わり。そう。それまでは、戦場楽しく遊んでるんだな。直撃めっちゃ当たるんだけど、直撃当たった時めっちゃ気持ちいいな。パキュンパキュン言うじゃん。画面ずっとパキュンパキュン言わせていきたい。切る先でも意外と遅いんだよな。危な。接近、線に持ち込んだら勝てる。見えてる。パンパンパン。爆風がでけえ。爆が、そしてデコイとカーリングも流すことによって、そこ、いないか。あ、いなかった。と、なんかミスった感あるだ。もうちょい左側に打てばよかった。ただ、クラブラの苦手な塗りは完璧。待って、逃げないで。うまー。いや、味方がうまい。そう。こうしてる間にも、ヤグラは進んでいる。僕が真のデコイチラシさ。ヤグラ任せな。僕が止める。オッケー。パパ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 パ
かわいそう、僕がいる限り。デコイチラシの回転率めっちゃいいな。やっぱ、内ば、あー、それ聞いてない。逃げよう、逃げよう、デコイチラシ置いて逃げよう、逃げよう。やっべ、あの、低用イカは、こういう濡れないところを遅いから、よし、なんかやれた。おー、来た、来た、来た、ここまで来たのは、終わり。ゆうちょ銀行開設してきたところで、逃げる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 、逃げ切ると思えるな。追いかける、追いかける、逃がさない、逃がさない、逃がさない。こっち機動力あっから。相手を自信に返さない永遠に追いかけ続けるから、あとちょっと僕もう一回デコイチラシ、マジデコイチラシの回転率やべえな、そろそろデコイチラシでキル取りたいんだけど、ここら辺パンパン塗ってって打ち上げろ、ポポ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 ンポンタイムしたところで常に爆風が鳴り響いてんな僕の画面うるさすぎるんだけど、いやーキル入んないかさすがに、またデコイはしたところで、ちょここで芋煮散らかさ、芋煮散らかし、デコイ散らかし、カーリング散らかし、僕自身も散らかし、もうすべて戦場は僕が把握していると言っても過言じゃない。今の今かな、ゴリ押し、僕が好きな言葉です。いけいけいけ、スペシャル破壊強い、味方がめっちゃスペシャル入ってくれてる。僕はまあここら辺で一応撃っとくか、パンパンしようか、パン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 、よーおわたもうもうなんか、別ゲーなんだよな、スプラトゥーンを崩壊させる。お、これこのデコイチラシはさすがに刺さるじゃない、あれこの武器弱点見つけた、頭が悪くなるかも。今日スプラトゥーン本当はもっとやろうかと思ったけど、これラストゲームにしようかな、さすがにちょっと疲れたっていうのもあって、まあというのも今日バイト行ってきたんだよね。日雇いバイト。みんな行ったことある？日雇いバイト。一日だけ働くってやつね。それ行ってきたんだよね。この間 VR キットとプレステ5買っちゃって、もう本当にお財布がガラッガラでも軽すぎて空飛べるちゃうんじゃないかってぐらい軽くて。それでちょっと日雇いバイト行ってきたんだけど、いや、疲れた。肉体労働バリバリやってきたわ。まだ春なのに夏みたいな汗かいてきたわ。今めっちゃクーラーガンガンかけてんだけど、暑い、ほんと。めっちゃ暑い、汗かいてる。このプールの中に飛び込みたいね。世の中にはいろんな日雇いバイトあるけど、僕がしてきたのは荷物の運搬。トラックに積んであるパソコンとかプリンターとか、そういう機材を4階まで普通に運んでいくっていう単純な仕事なんだけど、エレベーターがないの、エレベーターが。パソコン30キロぐらいあるガチのクソでけえ重てえやつのパソコンを抱えて、よいしょ、よいしょ、よいしょって4階まで運ぶの。それを、なんか6往復、7回かな ?10 回ぐらいしたかな、もう。もうそんぐらい往復しまくって。で、20分間休憩してもう1回それを繰り返すっていう。それを4時間したわ。本当に死んだ。クラブラ強すぎて話にならない。で、さっきの話なんだけど、そのパソコンとかをね、運んだ、ちょっと待って、今一人反則いました、今チートいました、指導、おかしい、おかしい、フライングを打ったんだけど、ゴーよりも先には一人、もう今ちょっと楽しそうなとこ。で、なんか昔のプリンターとかあったんだけど、なんか40キロぐらいの、業務用のガチででけえやつ、学校とかにあるやつ、あれも運んだんだよね、くっそ、またリッターくんか。リッターくんさ、パソコンを運ぶだけの簡単な仕事みたいに聞いてたんだけど、そんなことなかった。クソ重労働。で、最初の方はわちゃわちゃ喋りながらね、だいたい集まったのが4人だったけど、ほとんど同じ年齢で、18歳、18歳、17歳とかだったかな。で、1人年上なのが20何歩だったと思う。それで、結構話があって、もうほとんどゲームの話してたわ。だからもう同じ香りがしたね。あ、もしかして、陰キャの民かって。最初目が合った瞬間、あ、話合いそうみたいな雰囲気あって。バロラントとか、まあ、スプラトゥーンその人やってなかったかな。みたいな、まあ、そういうゲームの話してたら、まあ、盛り上がったんだけど、もうそのバイトが始まって後半戦、もう誰一人喋んないからね。もう死ぬほど疲れて。っていうね、久々の労働の喜びを分かち合ってきたわ。やっぱ、VR キット高えわ、あれ。マジで、学生が買うようなもんじゃねえ。普通に、ゲーミング PC 1台買えるもんね。バリバリのエイリアンウェアとか。あそこら辺買える値段だもんね。シールドありがたい。ハイドラト、いや、ナイス、ナイスな弾だ、あれ、ナイス弾と名付けよう。あ、いいね。ちょ、リッド戦おうぜ、てめえ。さっきから僕のこと抜きやがってよ。あ、僕、あえて助かない。ここで僕が時間稼ぐ間に、ヤグラ進めてもらおう。残念でした。それじゃあ、今日はもう、クラッシュブラスター寝よっかな。